どうも、ヒデジムのミレイです。めちゃめちゃ久しぶりですね。完璧に言うと、はい、サボってました。YouTube ずっと更新してなくてすいませんでした。まあ、久しぶりの更新で、いきなりなんですけど、一応、また私の方が試合が決まりました。本来であれば、今年の初め ?2 月かな ?3 月ぐらいかなにやる予定だった、田中ボーク愛選手と、対戦することが決まりました。まあ、あの時はね、ちょっとまあしょうがないですよね。状況も状況でね、コロナがね、コロナの感染が拡大していたのでできなかったんですが、まあ今回ね、一応、まあ、落ち着いてきてるっていう状況にもあって、まあできるよっていうお話で、またどうですかっていうお話はいただきました。本当にありがとうございます。呼んでいただいて、一言で言うならば、トップ選手とできることがまずめちゃめちゃ嬉しいので、まあ前回もね、伊藤誠也選手とやらさせていただいたんですけど、海外でも活躍して、なおかつチャンピオンベルトを取っている選手とやらせてもらえるっていうのは、もう本当に私としても嬉しい限りなので、あと1ヶ月とちょっとですね、ちゃんと仕上げて呼んでよかったなと言ってもらえるように、観客の皆さん、大会関係者の皆さんにも思ってもらえるようにね、ちゃんと仕上げていきたいなと思ってますので、よろしくお願いいたします。11月14日、仙台ムエタイルール、2分5ラウンドしっかり戦いますので、お願いします。同時にですね、ヒデジム、そして私もそうなんですけども、スポンサードしてもらえる、協賛会社、または個人様を募集してます。興味があるよとか、応援したいなっていう方は、ぜひぜひ、また概要欄貼っとくんでね、DM、メッセージ、どしどしお待ちしております。じゃあよろしくお願いします。